0.16mm 系の針球神灸とは、体に針や球を用いた刺激を与えることで、多様な疾病への治療的な介入や健康増進を目的とする民間療法である。中国医学系伝統医学で用いられる治療法の一つで保管、代替医療とみなされることもある。諸子百科の時代の中国の文献に神灸治療が見られる。理論が体系化されたのは、 戦国から五冠にかけての中国であり、最初の理論体系として五冠末に成立した皇帝内教と皇帝八十八難教がある。体へ加えた様々な物理刺激による治療的経験則の数世紀にわたる集積であり、これを技術論として構築した技法を神級と呼ぶ。近世まで小薬型とともに東アジア各国の主要な医療技術として発展した。 特に17から19世紀の日本において新旧は独自の発展を遂げ、現在世界的に活用される新旧技法の基盤を形成した。日本では医師の他、ハリ氏、救がこれを行える。20世紀後半よりは欧米においても有用な医療技術として認識されて活用されるようになり、これを受ける形で世界保健機関は、 1996年10月28日から11月1日にセルビアで針に関する会議を開催し、1999年には針治療の基礎教育と安全性に関するガイドラインを提示した。ユネスコは伝統中国医学としての進級を2010年11月16日に無形文化遺産に指定した。中国を中心に 東アジア各地で近代まで行われてきた医療の主流は、症薬を用いた症薬型と物理療法である、心灸である。診察手段が体表観察と触診のみしかなかった古代から近代にかけて、体表面からの病態診断法が発達し、それに対応する治療的技法として、症薬型と心灸を日本柱とする治療技法の体系が成立した。 つまり、新灸は、東アジアにおける医療技法の変力で、小薬型に対地するものである。これら小薬型と新灸は、東アジア各国で地域に対応した発達を見たが、特に、日本においては、江戸期に技法と技術体系の目覚ましい発達が独自になされたことが知られる。すなわち、商薬方は、漢方として、日本独自のものとして発達し、新灸も、 新刊の発明による針の再計化とそれに伴う主義の変化と体系化が成し遂げられた。日本産の省薬法である漢方と日本産の新刊を用いた新旧を合わせたものが従来東洋医学と呼ばれ第二次世界大戦後共産中国において国策として成立した中医学と区別されてきた経緯がある。日本においては 小薬法を用いる医師と新灸を用いる新灸医は早い時代から分業化していたことが知られているが分業が決定的になったのは江戸時代の盲人政策による。幕府の政策として安間を盲人の専業として規定したところから主義が連続する新灸元気を経ずして盲人の職業となっていった。これにより日本においては一般的な木薬を用いる医師と 盲人による針を用いる医師が医療の担い手となる。盲人が神経を担った歴史は世界の神経を見渡しても例がなく、日本の神経は非常に得意な経緯をたどったものと言える。戦術の神官の発明や技法の独自発達もこれら四角の不自由な術者が技法を担ったことによりなされた側面が強く、江戸時代の盲人神宮医が果たした役割は非常に大きい。 幕末から明治初期にかけての西欧医学の導入に際して、漢方医は比較的スムーズに西欧医に移行したが、ハリーもしくは新旧医については、当時の西欧医学には対応する技法もないため、医療職からは除外され、盲人の職業保護との名目で、慰安業としてのハリ、キユー、アンマの資格と盲学校が残された。しかし、実際には、 明治天皇をはじめ新級に信頼を寄せる人々も多く、新級は現実には戦前までの国民医療の一端を担ってきたのが実情である。戦後、それまで営業観察であったハリキューの免許が国家資格となり、幾度かの法改正を経て、現在では3年以上養成期間で学ぶことが、ハリ氏と旧氏の国家試験受験要件となっている。なお、 医師法との整合性については、あんまマッサージ針、り、器に関する法律第一条により、新灸に関連する医療行為に関しては、医師による業務独占を部分解除するという形で認められている。古代中古皇帝内教中国春十末から、戦国時代には、旧はすでに用いられていたようで、申しに旧治療に対する最古の記載がある。現存する遺書として、 実際の鍼灸治療法が記載される最古のものとしては、馬王体看護湿度の畜官と白書に、即比十一脈急鏡、音量十一脈急鏡候報、脈法、音量脈思考、五十二秒型等と名付けられたものがあるが、これらはすべて、急に基づいた治療法の書である。石油店としての、締結や、経絡という概念も登場しているが、これら経絡 軽血に対する針の適用法が確立したのは五感の時代とされる。現在も活用される新旧の古典遺書、皇帝内経は前述の湿度遺書群の直径とされているが、記述される内容は完全に針が主体の体型にシフトしている。これは前感から五感に至る2から3世紀の間に本来旧による物理療法として生まれた。 治療技術体系が変積療法等を包含し、より簡便な針による物理療法として発展したことを示すものと考えられている。急で見出された体表面の治療に役立つ部位は、針による刺激にも対応することが発見され、発展を見たわけである。その後、急療法が廃れたわけではなく、病態に対応した急と針の使い分けがなされ、 神宮として活用されてきた。皇帝内教の祖門違法型世論編には、河北平野の北方より、旧が東方より、石が南方より、旧針イコール針が西方より、小薬型が起こり、中央の動員と合わさって、当時の医療技術を形成した伝説が記されている。その後これら神宮技法は、音量古行思想と融合し、 独特の治療体系を形成していく。この時代の新規用になった著名な以下としては、識列伝に名を残す、南行の著者偏弱や、三国時代、銀紙に登場する、かだ、新旧を卒業を編纂した、候補静かなどがいる。中世総大代,代に作られた同人。ハリの学習教材である総代から、現代は、医学全般の理論的な整理と内容の充実が、図られ、 厚生金元医学と呼ばれる一つのエポックを形成した。金元医学の中心は主に有益であり、ここに至る新たな薬法も多く登場した。これはやがて、江戸時代における日本の主流な医学の原型となっていくもので、古代から発展した煩雑な体表面の観察分類法はやや、勘弁化され、実用的に整理されていた。これに対し、元の勝子と武器のように、 南行などの古い新旧書を捨てて、新しい有益に走るのは、破医者である、南行本義とする批判もある。近代以降1822年、清志王朝は、新旧の一方、由来すでに久し、しかれども針を持って、刺し火を持って旧するは、極むところ笹ぐくんのよろしき書にあらず、太しい陰新旧の一家は永遠に停止となす。 宮廷院内の新灸科の廃止を宣言した。不都市院のみのことだったのが広まり、それまで漢方薬と双壁だった新灸の地位は低下し、新灸はほとんど民間療法になっていた。西洋医学の流入とともに、中国医学の衰退が始まり、西洋の植民地化が進む中で、多くの文物が散逸し、実際の技術も喪失しつつあった。このような状況を受け、 中華民国時代、遠征外は中国医学の禁止を打ち出し、1925年に医学校での中国医学の教育を禁止、29年には第一次中央衛生委員会議にて中国医学の廃止案を批准した。これに対し全国的に反対活動を展開し、36年の注意条例で広報地位を獲得、37年には政府に 中医委員会を設立させることに成功した。当時日本では明治維新以降、西欧医学を導入して、伝統医師の根絶策を進めたが、新級だけは近代医学も教育した新級師の形で存続し、科学研究も行われていた。新級の伝統が途絶えていた中国は、日本に大きな刺激と影響を受けた。中華民国における中国医学廃止政策に際し、 政府に対して反論に利用されたのが江戸や明治後の伝統医学研究所である。新柳誠の調査では日本の新旧書の中国版出版回数は1934年に8回、35年に21回、36年に83回と急増するがそのブームは日中戦争によって終わった。また日本では明治期になると伝統的な学書は不要とされ、 多くが真に流出したが、これには中国や朝鮮で出版された医学書も含まれていた。現代日本の敗戦後、国民党と共産党の内戦を経て勝利した中共は、国威発揚のため西洋医師イコール通常の医師と対等の中医師イコール伝統医学の医師を規定した。全国から老獣医と呼ばれる伝統医師を招聘し、その玉石根校、多様な技法を 党ののの権力でで統合体系化したたものであった中医学は多様な中国医学の一つであるが、中国全土の省薬型や新旧技法の多様性を切り捨てて、簡便に体系化したという側面もある。中国医学の歴史は古いが、現在の中国で行われている中医学の歴史だけを見ると数十年と短い。また、中共が この中医学を作成するにあたって、その原型とした文物や、老獣医の技法には、近代以後日本から逆輸出された、日本の新旧研究の成果が多く反映されている。日中戦争以前の第一次日本伝統医学研究所ブームに続き、1949年からの中華人民共和国では、1966年の文化大革命までに、 昭和の新旧書が新たに16種翻訳出版され、新旧を含めた第二次日本伝統医学書ブームが起きていた。中華民国時代から新旧の復興と教育啓蒙を行っていた中医師で特に精力的に活動した昭和ンは、1934から35年の訪日で東京高等新旧学校等を視察し、帰国後すぐに、 中国新旧医学専門学校を設立した。その文下が1956年から各地に設立された中医学院で教鞭にあたり、60年に刊行された中医学院の第一般統一教材も編纂しているが、現代中医学の骨格はこの第一般教材で築かれている。このような歴史的経緯から現在の日本と中国の新旧医学は、 有益ほどの違いがない。米中関係の緊張緩和を受けて、共和党のニックソン米大統領が訪中した際、注意進灸による針の実の鎮痛処置によって、麻酔を用いず外科手術をしている風景がメディアに紹介されたことから、1970年代、世界的な針麻酔ブームが起きた。薬価がかからない進灸は、貧しい時代の中国においては、非常に有用な医療技術であり、 様々な疾病に対して神宮が活用されたが、これは裕福な人々は現代医学に頼り、貧しい人々が中医学に頼るという構図の出現でもあった。神宮研究においては、研究の基盤がないこともあり、戦前戦中に日本で行われた研究の後をなぞるレベルから脱することはなく、現在に至っている。 経済状態が好転した近年においては、中国国内での新旧への評価は多様化しているが、新旧のニーズが高まっている欧米志向の注意視が多くなっている。中国、韓国和風などを舞台に、新旧を含む東アジア伝統医学に対して、主導権獲得の姿勢が見受けられ、外交問題ともなっているが、これに対し日本の伝統医学界の国際社会への興味は比較的乏しい。 東アジア伝統医学の標準化は中国主導で進みつつある。治療に用いる針は国によって形状が異なるが、2009年に国際標準化機構で設置が承認された TC249 では、2010年の第1回全体会議以降、2013年までに4回の全体会議を開催された。この間、新旧領域では、 新旧針の国際規格作成をスコープとする WG3 と新旧針以外の医療機器の規格作成に特化した WG4 の2つが設置され、伝統医学領域の医療機器の国際規格策定が進められた。2014年には、メッキン済み単回使用後梁規格が発行された。中国からは梁そのものの品質や安全性だけでなく、 はり治療の安全性も規格化の対象にしようとの提案があったが、これに対しては是正するよう求める日本の主張が通ったようである。全近代日本では、新旧は、遣隋使や遣闘使の伝来とともに、本格的なテキストと技術の伝来がなされたと言われているが、日本初期の飲料天皇期中にも新旧に関連する記述が見られ、民間レベルでの技術の伝播は、 さらに時代を遡るものと考えられる。いずれにしても、検討士による新旧技術の伝播は、単に技術面にとどまらず、医療制度としての新旧を日本に模倣させるものとなり、701年制定された大法律令には、医療を司る中央官職として、医博士、安間博士とともに、針博士が規定された。針博士である丹波安よりは、 この時期の伝来衣装を一新型という形で編纂し、現在までその内容が保存されている。一新型は、現在では失われたテキストが多く含まれるもので、文献学的に大きな価値を有するものである。この時代の日本の針法についてであるが、外科的なものや特効穴治療が主体であったとする意見があるが、実際にこの時代の日本新灸の技法を総括するのは、 現状では簡単ではない。現代日本で行われるハリ法は、五感以前に成立した新旧の原点である皇帝内教に回帰した金本医学のハリ法を意識したハリ法が主体とされており、平安期に大陸において広く活用された先金方や外来費用など、いわば一般向けの家庭の医学的なテキストの影響下にある特攻派のハリ法とは一見趣をもむきことにするのは、 事実である。しかし、難病などに見える、軽脈主体の治療も、すでに概要は五感までには整頓され成立している体系であり、平安期におけるその影響を考察するには、まだ時を要するものと言われている。また、日本の平安朝におけるハリ法の主流が、特効穴治療であったという詳細も乏しく、この時代の日本神宮の実態については、未だ多くが不明と言ってよい。 豊臣秀吉による文録、継承の役の際に朝鮮半島にあった朝鮮、中国の医学書が大量に日本に持ち込まれ、印刷技術も伝えられた。1592年に秀吉軍が略奪した書籍は千数層、数千巻とも言われ、このため朝鮮半島に古い書籍はほとんど残されていない。印刷技術の伝播で医学書も出版されるようになった。 室町時代から江戸時代に入って日本新旧は大きく発展した。張リド飛血臭の味噌の夢文祭、脱針術を発明した息子の味噌の遺祭、祖門限界、南行本義限界、十四教八教は五章など新旧古典に対する注釈が多数なされ、出版された。また、岡本一方のように優れた臨床家も多数排出され、日本における新旧は 内容的に大きな進展を遂げた。また、江戸期の臨床化でその後の日本新旧に巨大な影響を残したのが杉山和一である。五代将軍、徳川綱吉の時代、針子入のために街頭を使用することを発明した杉山和一は綱吉の治療にあたり、平友の宝章として下町一つ目に屋敷を賜り、将軍家御意志の地位と、 盲人の最高位を賜った。また、驚くべきことに、私費を投じて、全国40カ所以上に、真実教授書を解説し、日本における新旧を、盲人の職所として確立した。この幕府お墨付きの盲人教育とそのレベルの高さは、ヨーロッパの盲人教育の方がと比較しても100年以上早いもので、世界史的な創挙とされる。いずれにせよ、この後日本においては、 神宮を盲人が担うという世界に類を見ない形態の技術現象と技法の発展がなされることになる。この杉山和一による該当を用いる下ばり法は現在では一般的技法として日本の神宮の特色をなしている。また盲人が神宮を担うようになったことで一般的には死入ポイントを見て刺す技法だった神宮が触って刺す技法に変化したと言われ、 技術論的な意義を持つ重要な転換点である。手先の器用な日本人のうちでも盲人の死闘感覚は非常に鋭敏である。この鋭敏な感覚を用いて体表面を触り、死入のポイントを類型分類し、技法を体系立ててきた江戸期の日本の進級は、経血という効果の決まったポイントが体表面に元から存在するとする。 古来一般的な新球論に対し、変化の起こっている部位こそ、経血という治療ポイントになり得る、という視点を導入し、今日に続く新球の科学的な解明に道を開いた。近代明治時代になると、近代西洋文化の流入に伴い、明治政府が西洋医学の導入とともに、漢方医学の排斥を進めた。新球もその例に漏れず、明治時代から、 大正時代にかけて神宮は衰退をたどった。大正期に入ると、日本の伝統的医学の復興が叫ばれ、神宮、漢方の医学的研究が定大を中心とした国の研究機関で盛んに行われるようになった。大久保的祭は、神宮刺激は、交換神経を介して心臓に影響が及ぶということを提唱し、三浦金之助は、ハリについての研究を行い、 後藤道夫はヘッド体を用いての治療を行った。長浜義夫と丸山正夫は針の響きによるものと考えた。石川達夫は川伝店を中谷義夫は両道店を小野寺直介は厚真店を成田欠場派殺新店を藤田六郎は休真店を提唱した。また芹沢勝介は新旧市として初めて医学博士を取得した。 中山忠直は漢方医学の新研究の著書で新級医師法を提案した。また、新級の技法自体に対する復興運動が昭和初期から起こり始めた。古典に帰れと提唱した柳田にそれへとその元に集まった岡部蘇堂、井上理、本間正志郎、福島行道などがいわゆる経絡治療として体系化した。これらは古典のうちでも特に 南行を中心に据えた体系で、技法が微妙なため、大陸では古くに滅び去ったものと言える。他に、著名な古典派の流派として、大局療法を考案した、沢田健人で死の大多分子、江戸時代の本郷忠と与明、新旧長法記の内容を、治療法の核としていた、柳下勝之助、小二針の藤井秀治、比内針の赤羽孔兵衛、九千尺を表し、 深谷急法を確立した深谷伊三郎、その弟子で、図説深谷急法を表した入江安治、旧治療外説を表した根井守里氏、針の道を訪ねての著者万馬発行などが著名であり、現在でも大きな影響力を持っている。その後、日本は太平洋戦争に敗れ、新中軍のいわゆる民主化施策が行われるや、新旧を非科学的で、 医学的根拠がないという理由から禁止しようとした。京都帝大教授の石川秀鶴丸を中心とした全国の神級師による神級存続運動が展開されたのはこの時である。石川博士は1940年代の基礎科学の現状では体制感覚を介した治療的介入技法の完全な解明など不可能であり解明されていないことをもって神級が 科学的でないとする指摘は当たらないこと、第二本帝国においては、国家の方針として、伝統医学の研究を国家の機関で行ってきており、これらの成果を推し進めることで、現代医学の発達に寄与すること人大であることを強く主張した。また当時、ほとんどの新旧市は盲人であり、敗戦直後の日本はこれらの雇用の大対策を準備、できる状況ではなかったため、厚生省も、 アンマ、新旧の存続に本腰を入れ、新中軍衛生局にアンマ、新旧の存続を認めさせた。これを受けて、昭和22年12月20日、アンマ、ハイ、旧、柔道制服等を営業法が交付される。反医学はその多くを中国医学によっているが、新旧学は中国、日本とも相当異なる、制度、伝統をもって発展した。 一針二九三役と言われるほど新灸が重んじられており、現在の韓国は世界唯一の新灸専門医制度を持っている。日中間では長い歴史の中で漢文によって多くの医学書が書かれた。時代、国によって内容には顕著な違いがあるが、相互に医学書が伝えられ、渾然一体となって発展してきた。新灸書、紙王業のように、 一つの書籍が民版日本理長版、和国版中国活字版と伝承された例もある。イタリアとドイツの国境にあるエッツタールで発見されたミイラ・アイスマンに施された入れ墨と彼の腰の状態から中国で進級が行われ始めるより遥か昔のヨーロッパの青銅器時代にアルプス山脈の麓で軽血を使った治療が行われていたという考察があるが、 これがその後どのような経緯をたどったのかは判明していない。12世紀ドイツの修道ジョヒル・デガルト・フォンビンゲンは、射血、水玉療法などとともに治療にマグワートを使った球を用いていた。西洋の伝統的な体液病理説に基づき、悪い体液の排出を目指す治療である。ヨーロッパ諸国は16世紀頃から東アジアに進出し、 中国と朝鮮が反発の姿勢を見せる一方で、日本は鎖国以降も一定の交流を保ち続けた。医学史を研究するボルフガング・ミヒエルは、19世紀初頭まで東洋医学に関する情報の大半は中国からではなく、長崎のオランダ商館を通じてヨーロッパに伝わり、中国の伝統医学のほか、日本独特のくだり法、たハり法なども、 日中共有の治療法として紹介されたと述べている。ヨーロッパにおける針と球の需要は基本的に別々に進められた。球は16世紀に火のボタンとして紹介され、1675年に刊行されたバタビアの牧師の著書により足痛風の治療薬マクサとして注目され、本格的に議論されるようになった。ケンペルが持ち帰った急書感と その詳細な説明でさらに関心が高まり、古代ギリシャやエジプトにも類似の治療法があったことから、医術としての級は比較的好意的に受け入れられた。針に関する最古の記述は、日本とポルトガルの交流時代に遡り、デジマ小官位店来年が1682年に発表した論文集からヨーロッパでの専門家による議論が行われるようになった。 天来根は針を、アキアプンクチャーと名付け、出島のオランダ語通訳に説明を受けた資料を紹介したが、気、経落、音用などの概念の理解は困難であり、読者を困惑させた。その後、上官位ケンペルが戦記を、戦通と解釈し、その治療法を詳細に記した。ボルフガング・ミヒエルは、ヨーロッパ医学会で日本人と中国人は、 胃腸に溜まったガスを抜くために腹部に針を刺すという誤った解釈が広まり、18世紀末までは来日したヨーロッパ人医師たち、一般人も針の有効性を疑問視していたと述べている。現代のヨーロッパやオーストアリアでは代替医療として中医学が受容されている。日本における新旧技法の独自性については、1、新刊の発明により、 より細形の針の刺入を可能とし、より軽微な刺激による技法体系に再構築したことと、にえどきに盲人が技法になったことで、大陸で生まれた、見て刺す神経を、触って刺す神経に進化させたことの日点に、ようやくできる。手先の鋭敏な日本人が、多様な体表面の反応や変化を捉え、治療に使用できる反応や変化を技術論として再編成したのが、 日本の神宮である。これは、現在風を中心になされている神宮の治療点をめぐる議論に一つの重要な指針を示すものと言える。大陸系の神宮では現在でも、経血壺を古来伝わる身体表面の特別な座標と捉える過ちに陥っているが、これこそ見て指す技術体系の限界であり、それ以上の発展性や、 他の医療技術との効果的なリンクは望めない。神経が汎用的な医療技術として発展するためには治療に使用できる指神部位はどのような変化を起こしている点であるのかについて理論的に整理していくことが重要である。このためには身体表面の変化を捉えて指神部位を選定する日本の触って刺す神経こそ行き詰まった 東洋医学研究のブレークスルーとなると言われている。新旧に関わる文献は、日本には古代中世にかけて輸入されたが、江戸時代に至り、高度な交換技術の発展と相まって、中国を含む東アジア各国に、膨大な数の新旧書籍や新たな技術論を逆輸出している。省略法である漢方についても事情は同様であると言える。 維新後の異性の様式化では、新旧、漢方は、医療制度上の不遇をめぐったが、民間をはじめ官界でも支持者は多く、定大医学部においても、世界に先駆けて科学的な新旧、漢方研究の方がが見られた。このムーブメントは、交換医学、つまり、元代の中国に生まれ、広告において発達した医学、と呼ばれ、中国の中医学を含む現代新旧。 小薬型のルーツとなっている。昭和に入り、交換医学のムーブメントは、数字の医療法規改正を成し遂げ、昭和19年には、帝国議会で、新旧医師法の成立を見るまでに盛り上がったが、敗戦とアメリカの占領政策に伴う、医療制度改定により、新旧、官方は再度壊滅状態となり、若干の復旧を経て、現在に至る。 現状における一般的な見解は、多様な経験則が技術論として体系化された、新灸技法の全貌解明には、未だ多くの検討が必要とするものである。現在、医師以外の者が針を行うためには、針し、休を行うには、休師の国家資格が必要である。新灸養成施設で単位を取得することで、この2種類の免許を受験できる。 一部の子産の私立専門学校には、本家として、ハリ氏、休止に加えて、アンママッサージし圧師の免許も加えた3種類の免許を受験できる家庭が置かれているが、定員数が少なく現在でも10倍程度の入学倍率がある。多くの私立専門学校卒業者及びすべての私立大学新級科卒業者は、ハリ氏、休止日種のみを取得できる。 アンママッサージ止圧紙免許については、この取得を専門とする家庭が存在する。資格特別支援学校保健理療科は、一般的な盲学校家庭である。つまり、ほとんどの資格障害者は、アンママッサージ止圧紙免許を取得する。しかしながら、請願者がアンママッサージ止圧紙免許を取得するためには、前景の子さんの専門学校、本科に入学するか。 アンママッサージ指圧師専門学校に入学しなければならないため、請願者のハリシ、球シ・アンママッサージ指圧師三種免許者は非常に少ない。アハキ法を厳密に適用する場合、ハリシ、球シのみの資格でマッサージ業を行うことは無免許生体師や柔道生福師がマッサージを行うのと同様の違法行為となる。しかしながら、鍼灸手術には 死術療養に対するアンマ的主義が必須のものでもあり、実際には、ハリ氏、休止のみの免許者がアンマ的主義を行っており、現状を反映した法制度の改善が求められている。また、新旧免許者は、歴史的に戦後のある時期までは、ほとんどが視覚障害者であったが、現在では、全国的な視覚障害者の減少と、相まって、請願者の免許者が、 圧倒的に増加している新旧市養成施設についても近年の規制緩和以前までは新旧安魔養成機関の新規認可は非常に難しく国家試験受験者数が適正に制限されていたが規制緩和以後インフラに金がかからない新旧学校の無秩序な新設が相次ぎ年度ごとの卒業者数は以前の数倍に膨れ上がっており需給関係は 完全に崩壊している。この中で、アンママッサージシアツ氏の養成学校のみは、視覚障害者職域保護のためとして新設校の認可がなされず、過労うじて適正な免許者の数が保たれているが、前述のように、アンママッサージシアツ氏の免許自体が有名無実化しており、新旧アンマの資格者数の適正化には、現在全く目処が立っていない。 新旧診療の公的医療保険適用は療養費として認められるものである。このため保険医療機関内では点数化された療養の給付としての保険請求はできず多くのケースで実費診療となる。このため混合診療との批判に当たらないよう対応が必要である。新旧療養費が公的医療保険によって支給されるのは主として 以下のような慢性的な頭痛を主称とする疾患である。ただし、あらかじめ医師の発行した同意書または診断書が必要である。なお、平成31年1月より新旧でも、柔道制服と同様に受領委任が認められることとなった。新旧市マッサージ師差別国家賠償等請求事件2000年、全国保健新旧市マッサージ師連合会は、 健康保険の療養費について、柔道制復士に認められている受領委任払いが、神経マッサージに認められていないのは差別であるとして、国家賠償請求を起こした。千葉地裁は棄却判決を出し、原告は控訴。東京高裁は棄却判決を出した。判決では、療養費支給は、制度自体が例外的なものであり、積極的に容認されるものではない。 柔道制服師に認められているという点だけでは、要件足り得ない。現在も、柔道制服師に認める点は、疑問がないわけではないが、歴史的事情もあり、合理性がないとは言い切れないと判断された。第二次案の概要アゲンコクラの、市長厚生労働省は、柔道制服師については受領委任払いを認めながら、アンママッサージ圧指圧師等についてはこれを認めないという。 差別的な取り扱いをし、これにより、アンママッサージし圧つし等を利用した患者は、一旦全額を支払い、その後自ら療養費を請求するという反差かつ、負担のある手続きが強要されているが、このような取り扱いには何ら合理的な根拠がない。第三党裁判所の判断健康保険制度は、療養に関する費用を後払いとした場合には、 被保険者が一時死に支払う費用を立て替える必要が生じるため迅速な医療を受けることができない可能性があることなどから現物給付を原則としているものと解される。健康保険法87条に基づく療養費の支給については保険者は療養の給付を行うことが困難であると認めるとき、または保険医療機関以外のものから診察、手当、 等を受けたことがやむを得ないと認めるときは、現にその費用を事後的に療養費として支給できることとされており、療養費の支給自体が療養の給付の補完的な役割を果たすものと一括解される。そして、療養費については、健康保険法86条3項に規定される、特定療養費85条5項に規定される、入院時食事療養費等とは異なり、 現物給付化を可能とする規定が設けられていない。また、療養の給付を担う保健医療機関等については、その指導監督を含む上記の厳格な指導監督を実施しているのに対し、保健医療機関等以外のものについては、そのような指導監督等の手段が用意されておらず、保健医療機関等以外のものが行う療養の給付については、 その適正な給付を担保する手段も用意されていない。すなわち、健康保険法上、療養費の支給自体が例外として設けられていると、ともに、療養費の支給を療養の給付のように、現物給付化することは、健康保険法の予定していないものと解される。また、受療委任払いは、保険者において、手術の内容や期待等につき、 被保険者から確認することができないまま手術者より請求がなされることから不正請求や業務範囲を逸脱した手術を見逃す危険性が大きいと言わざるを得ない。そうすると、受領委任払いは健康保険法上積極的に容認されているとは言えず、受領委任払いの取り扱いが認められるのはあくまでも特例的な措置と言わなければならない。したがって、 本権取扱いが合理性を有するか否かの判断は上記前提の下にされるべきであって単に柔道性福祉に認められているものが現在アンママッサージ指圧師等に認められないことに合理性があるかというだけでは足りないというべきであるそこでこのような観点から検討する上記の事実関係のもとにおいて本権取扱いはかつては合理性を有していたとしても その後、整形外科医が増加していることなどが伺われる現在、果たしてその合理性があるかについては、疑義がないではない。しかしながら、上記の通り受領委任払いは、特例的措置であるから拡大しない方向で実施、ないし運用するのが相当である上、柔道整復師については、正当な理由があって、受領委任払いが認められ、それが長年にわたって継続されてきたという事実があり、 限定的とはいえ医師の代替的な機能を果たしていること等を考慮すると合理性がないとまでは言えない。また、健康保険制度は、被保険者及びその被扶養者の生活の安定を図るための制度であって、手術者の利益を保護するためのものではない、平成12年第112号損害賠償等、請求事件、テキスト裁判、事故事例大阪府池田市の、 メイプル新旧性骨院で女性患者が無免許の手術者に貼り治療を受けた直後に死亡した事件について大阪地裁は2010年12月7日手術によって気胸が発症したと認められ死亡との因果関係は明らかとして同院元副院長男性被告に対し懲役3年執行猶予5年罰金50万円の有罪判決を言い渡した 新旧学校の入学試験に合格し、入学手続きを出したが、入学を辞退し在学契約を解除したとして、入学金、授業料等の返還を求めた裁判最高裁、平成18年12月22日。ありがとうございます。